よし、着いた。誰を狙ってる？悪かったって。先を急ごう。うん。おう。風が気持ちいいね。そうだ。照明ってあれか？ああ、そうだ。特に問題なさそうだ。次に行こう。ありがとうさん。行こうぜ。行こう。行こう。
着いたぞ。着いたな、いいもんに仕上がってるぜ。来たな。そら、こいつだ。暇してんのか。シャキッとしろよ。今日はここまでだな。柔らかいベッドで寝れる。またケンティアナ映ってんな。これは撮っておきたい写真だな。おかえり。自分で作った野菜ならノクタも食べられるんじゃない？またやろうよ。おかえり。空気が美味しいって本当にあるんだね。いってらっしゃい。
君たちの野菜よ。うん、いい野菜だね。これなら客やシェフも喜ぶよ。また買い取らせてもらうから、余った野菜があれば言ってくれ。いい土だね。また買い取らせてもらうから、余った野菜があれば言ってくれ。ちょうど将軍も来てますよ。レガリアもオルティシエに行くんですね。あとは忘れ物ないかな。気をつけて行ってきてください。ノクト、もう出発だね。さっきちゃんとレガリアも積んだよ。レガリアも一緒なら向こうでも安心して旅できるね。壊したらシドさんに怒られるぞ。Thank you.
言いそびれていたことがある。何？すまなかった。陛下を守ることができず、何もかもが至らなかった。俺の力不足だ。守りようがなかったってな。分かってやってくれ。別に分かってるし。ただな、仲間は大事にしてやれよ。してるし。いくら結果が変わんねえとしてもだ、抱えたもんを話してくれねってな、辛いもんだ。お供が護衛じゃねってのはそういう意味なんだ。頼れよってな。先方が大いに越したことはない。これをやる。武器だけでなく魔法も使え。強力な道具だが仲間を巻き込むなよ。こいつを扱う役は先に決めておけ。強力な道具だが仲間を巻き込むなよ。こいつを扱う役は先に決めておけ。強力な道具だが仲間を巻き込むなよ。こいつを扱う役は先に決めておけ。準備できてんだろ。さっさと乗りな。どうした？必ず帰ってきてください、王様。ああ、わかった。
花嫁姿見られなくて残念だったな。水神討伐の準備随分と慎重だったね。軍動かすの結構大変？いらん心配だ。まあ異国出身の人間なんてって頭固いのもいるからね。ルナ・フレーナ様には会えた。いや、あの人も食わせ者だな。適当なこと言って、何にせよお兄様としては討伐を急ぎたいだろうけど、俺神話に詳しくてね。海だ。なんかこういう船で旅してみたかったんだよね。インソムニアにいたらなかなかこういう機会はねえからな。どこまで行っても見える水平線、なんかすごいよね。神秘。オルティシエまではたっぷり時間があるからな。好きなだけ感動したらいい。船が着いたら他の国なんだよね。ああ、なんだか不思議な気分だな。やっと当初の目的地に着くってわけだ。苦労したよな。だが着いて終わりじゃない。今度は水神なんだっけ。どんな性格の神様なんだろうな。神話では気性が荒いとされているが、相手がどうでもやんねえと。ルナ・フレーナ様も頑張ってくれてるんだもんね。再会楽しみでしょ。ルナ。うん。まあ無事かどうか確認しねえと。ああ、まずはそこからだな。帝国領だってのがちょっと心配だ。心配ってルナ・フレーナ様。ルシス襲撃の目的の一つは指輪だ。相手がルナ・フレーナ様とはいえ、あの国がどんな手に出るかわからない。指輪がなきゃクリスタルもただの石だからな。ああ、そっか。でもなんで指輪はルナ・フレーナ様。状況から考えると王都で陛下が託されたんだろうと思う。ずっと指輪を守りながらオルティシエに。か、水神の方も大事だけどな。まずは会って解放してやんねえと。そういえば帝国軍のレイブスだが、あ、彼の腕が義手だったのを覚えているか。ああ、覚えてる。王都襲撃の中で失ったそうだ。だが同時に何か得意な力を手にしたという。力だとすりゃ相当なもんだな。いきなりテネブライ人が将軍に抜擢されてんの。力って言ったら正直人とは思えないほどだった。カンナギの一族だからかと思ったけど。それもなくはねえだろうが、だが確かに尋常じゃなかった。あいつにも何かあったってこと。そしてこれはあくまで噂だが、奴は今陛下の剣を携えているらしい。親父の。そいつはどういう意味だ。王様のお墓と同じってこと。わかんない。だが王家の力と関連はなさそうだ。何より使っている様子はないと。うん、力を手にした割には最小に頭が上がらねえし、その陰で敵の形見を大事に持ち歩く。どういうつもりなんだろう。そんな水神のところにもやっぱり帝国は来るよね。可能性は大いにある。奴らが巨神を襲ったのは六神の力がノクタへ渡るのを防ぐためだ。あの時は先に着いたんだよね。案内があって。あいつどう動くんだろうな。最初の目的はわからない。レイブスと会った時も俺たちを見逃してくれたけど。なんかムカついたけどな。結果として助けられてる気はするが、言うほど善意でもねえって印象だ。また来るのかな。会いたくはないな。嫌ってるよね。不真面目なやつだからな。違うんだ。グラディオも言う通り、彼には善意でという印象がない。手助けされる状況に陥るたび非難の目を向けられている気がするんだ。まあ言われれば。考えすぎじゃないかもな。だが油断はできないと思ってる。親父の指輪はもうすぐ帰ってくんのか。ああ、オルティシエでもらうんだ。よかったな。王家の誇りなんだっつってたぜ。あ、親父が。王家の思いを背負うって覚悟がいる。
重てえな。それを光栄に思うってよ。王になった顔ってのは写真でしか見てねえがな。陛下の即位式には出なかったか。その頃には外にいたからな。でも呼ばれただろ。お前の親父とは旅の最後に喧嘩別れしてんのさ。そうなの。だが連絡を取り合っていると。数年後に和解はしたさ。だが一度も顔は合わしてねえ。出向いてありゃよかったな。ま、今さらだな。レガリアは積んでるが、しばらくはオルティシエにいいんだろう。ああ、そうなると思う。うん、ゼビだけはしとくぜ。シドニーが見てたからな。大していじるところもねえだろうが。シドニーの腕認めてるんだね。まあガキの頃から苦労した分成長したさ。え、苦労って？親御さんの喧嘩。つらかったろうよ。親が死んだのは物事を分かってからだからな。今じゃ能天気に見えんだろう。まあ明るくっていうか。ありゃ本人の努力だ。オルティシエには何度か行ったことがあるのか。うん、行ったってない。一度ただしばらく滞在した。どんな町？でけえ町だ。そんだけかよ。ボートとはいろいろ違う。ざっくりしすぎ。異国の首都だからな、一言には絞れない違いがあるはずだ。いい経験になるだろうよ。だいぶ話し込んだが、そろそろオルティシエに着くんじゃねえか。ああ、もうすぐだ。天気が持ってよかったな。着いたらまずは宿を探そう。なんで難しい顔？いつものことだろ。まあ心配してんだろうよ。野宿でいいなら構わないが。宿じゃねえが、知り合いの店がある。おお、ウィスカムって親父とも旅したやつだ。もしかして工場にあった写真に写ってた？そうだ。店は、メッシアだったか。まあ顔出してみな。ああ、で、なんてとこだ。なんつったっけな。マーコ、そんな名前だ。まあ探してみな。昔話の一つでも聞けるだろう。水神を目覚めさせる儀式を行うことについては演説の中で説明すると政府を通じて発表がありました。電波入った。一時は死亡されたという情報も流れていたルナ・フレーナ様ですが、この演説で調印式の襲撃事件以来初めて公の場に姿を見せることとなります。ルナ・フレーナ様の演説らしい。おお、また世界が活気づくわ。ようやくお会いできそうだな。ああ、そこの船、通行証は？え、通行証？慌てんな、ちゃんとある。おり、ずいぶんと古いな。まあいい、行ってよし。あらかじめ準備を？してねえよ、30年前のだ。古いってのはそういうことか。まさか通るとはな。そんなもんなのかよ。
すげえ町だな。水の都って呼ばれるのも納得だぜ。ああ、町中の移動にはゴンドラと呼ばれる船を使うらしい。おお、何それ、面白そう。はい、ああ、ノクティス。ああ、船の鍵だ。今度から自分で動かしてみな。これを俺が？レギスの操船にも耐えたんだ。簡単には沈まねえよ。キーハルばっかが王様じゃねえ。いろんなもん見て回ってこい。